goes down! Foreman goes down! はい、こんにちは。今回はボクシング史に残る死闘大激闘の3試合を紹介いたします。スーパーバンタム級で初めてベルトを巻いて以来3階級制覇したエリック・モラレスがスーパーライト級に上げて、強打者のマルコス・マイダナと WBA 世界スーパーライト級暫定王座を争います。マイダナはここまで29勝2敗、モラレスは51勝6敗なのですが、モラレスは一度引退して復帰したことと34歳の年齢、体格で劣ることなどでマイダナが有利という大方の予想でした。一気に出るマイダナですが、世界戦が経験豊富なモラレスは巧みなボディーワークとブロッキングなどでダメージを軽減し、シャープで正確なパンチをヒットさせて徐々にペースを引き寄せていくのです。しかしマイダナは攻撃を受けても決して引かず、どれだけパンチをもらっても攻撃を仕掛けていきます。タフでパワフルなマイダナが息を吹き返しますが、負けん気が非常に強いモラレスは応戦し、こうして両雄の死闘が続いていくのです。お互い膨大な数のパンチをもらって疲労が蓄積した状態ですが、最終ラウンドもお互いのプライドと闘志がぶつかり合う打撃戦が続き、両雄は力を出し切ります。前の試合でマニー・パッキャオに判定勝ちしたブラッドリーは一躍注目され始めましたが、この試合では減量に失敗し、普段とは違って足を止めて打ち合いに応じたのですが、試合は挑戦者プロポドニコフの土俵なのです。プロポドニコフは幼い頃からロシアの極寒の村で育ちながら頑丈な肉体を手に入れ、プロ入り後は打ち合いばかりするのでシベリアンロッキーと呼ばれているのです。終盤はブラッドリーのスピードに挑戦者がついていけず、王者のペースになり始めたのですが、シベリアンロッキーは凄まじい連打を放ち猛攻を見せるのです。ブラッドリーは大きなダメージを抱えながらも気迫を持って打ち合い
ピンチを乗り越えますが、最終ラウンドについにダウンを喫します。ブラッドリーは試合後に記者会見に出席することなく病院に運ばれました。そして序列の回らない状態や平衡感覚がおかしな状態が2ヶ月半も続き、複数の専門医に見てもらい回復したのでした。史上最強のパンチで象も倒すと言われたジョージ・フォアマンは37戦全勝という戦績を引っ提げ、世界王者ジョー・フレイジャーを衝撃的な KO で破り、世界ヘビー級王者となりました。しかし3度目の防衛戦でモハメド・アリに逆転 KO 負けを喫し、世界王者から陥落しました。一方、ロン・ライルは刑務所で服役している最中にボクシングを始め、プロデビューは29歳と遅かったのですが、190センチを超える大きな体、パワーパンチ、勇気あるファイトスタイルでヘビー級のトップ戦線に躍り出て、モハメド・アリに挑戦するまでのボクサーになったのです。1976年1月にこの2人のモファが激突するのですが、両者はモハメド・アリへの再挑戦のため、この試合は絶対に負けられないというモチベーションと、ハードパンチに耐えないと勝てないという決意で戦いに臨んだのでした。フォアマンは長く強いジャブで試合をコントロールしようとしますが、ライルが放つ右ストレートを初回から浴びてしまいます。初回ピンチに陥ったフォアマンですが、2ラウンドには立ち直り、重いパンチで反撃を試みます。4ラウンドに入ると劣勢だったライルが強烈なパンチを続けてヒットさせ逆転します。ダウンを奪われたフォアマンはダメージがあるにもかかわらず、休むことより打ち合いを選び、激しい打ち合いの渦に入っていきます。今度はフォアマンが仕留める番ですが、ライルもクリンチをせず打ち合うことを選びます。そしてフォアマンはライルの気迫に押され始めたのです。5ラウンドが始まってすぐに打ち合いますが、フォアマンは4ラウンド終了間際のダウンで深刻なダメージがあるのですが、断固たる決意で打ち合っているのです。
キンシャサでモハメド・アリに逆転 KO 負けを喫したフォアマンはアリと再び戦うため敗戦を拒否し、重いパンチを振るい続けるのです。この試合は言うまでもなく1976年の年間最高試合に選ばれました。そしてフォアマン自身が最も思い出深い試合と語っておりました。アリとの再戦が叶わなかったのですが、フォアマンは再び世界ヘビー級王座に挑戦しました。